斬新なチャチャを作り上げるために乗馬訓練も行われた。もちろん馬に乗って演技をするのも初めての経験。脚本には颯爽と現れ馬から降りると書かれていた。4番のチケットやって向こうの足ぐるっと回して、で、クラにお腹つく回してる状態で、ここにお腹つくドーンとお腹つくクラの上にここにお腹つくか、うん、で、こっちの足外す、お腹つくしまってそのままで、こっちの足外す、そのままジャンプ、手離さないようにジャンプ、ちょっとなこれ一人でこうやってやる。やっぱり飲み込みがすごく早いです。やっぱりこう初めにやっぱりみんながこうぶつかる壁っていうのがあるんですけど、そこをスムーズに乗り越えられた部分があって、人よりもやっぱりもう倍、2倍、3倍早く飲み込みが早かったと思います。どんな由来なんですか？相棒にはベテラン、魚遊号。撮影には慣れた馬だが、さすがの和王も不安を隠せないようだ。あ、優しそうですよね。引き継いでる、私をよろしく。ダイヤモンドが宝塚時代は長身を生かした迫力あるダンスが持ち味だった和を、果たしてその抜群のセンスは乗馬シーンでも発揮されたのだろうか。難しいですね。そうですね、皆さんきっといつも大変なんですね。大丈夫かな、食べれる？ね、私はいいから人参くれよみたいな。